青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ウクレレ保管するときに弦を緩めた方がいいのか、そのままがいいのかというお話なんですけども、以前そのお話を取り上げさせていただいたことあるんですけど、その時使ってた弦はですね、割と柔らかめな弦を対象にして、お話ししてたんで、今回は、改訂版ということで、最近 BJ が使うようになりましたこのチタニウムの弦ですね。これはあの張りが結構強いので、まあその張りの強い弦ですね。テナーウクレレなんかにチタニウムなんか貼りますと、もう楽器楽器のバッチバチ、そのまま貼ってるだけでもネックが曲がってくるんじゃないかなっていうような、感じの弦、まあそういうのもありますので、まあ一概に言えない難しいところも含めて今回はお話ししたいと思います。この部分ですね、サドルに弦のこう力がかかるわけじゃないですか。そうするとこの力がずっと長い時間かかると、ここの部分サドルのあたりが盛り上がってくる、で盛り上がるとこの弦がへこむというようなトップ落ちの症状が出てくるんですけど、これ若干トップ落ちはしてるんですね。はい、まああの古いウクレレになってきますと、やはりそういう症状が出てきます。はい、まあ全部が全部というわけじゃないんですけども、こういう症状が出てきますね。でこうなると、あまり進行しすぎますと良くないですので、じゃあそういう時はやはり緩めてあげる。はい、弾き終わったら緩めてあげる。で緩め具合もこれいろいろなんですよね。ものすごい張りの強い弦を張ってる方、もしくは柔らかい弦を張ってる方、これまあいろいろな人がいるので一概には言えないんですけども、緩めすぎると今度はあの逆反りになってネックの力の、ネックっていうのはそもそもこの弦の力に対して反発するようにこっち側も方面に力がいくようにセットアップされてるんですけど、これを緩めすぎると今度こっち側の力が勝ってしまうわけですね。こうシーソーになってて、弦の強さとこのネックの強さでこううまい具合に今平均に保ってると。でそれで弦を緩めすぎるとこっちの方が力がかかりすぎてグッと順反りになっていくとビビって音が出なくなってきますので、そういう状態にならないように緩めるなら緩めるというような感じですので、一概に半回転1回転1音ずらします、その辺がですね、これっていうぴったりとしたのはないんですね。はい、っていうのはやはりそのソプラノウクレレでその張ってる弦で、このウクレレの作られた状態によってどれぐらいが一番いいかっていうのは、やっぱり普段持ってですね弾いてる皆さんが自分のウクレレどういう状態で保管するのが一番いいかということを見極めていただきたいですね。それは1日2日では出ないんです。やっぱり長い期間見ていただいて、いつも半音ずつ緩めてたらネックがこっちに沿ってきました、そうすると緩めたらダメなんだこのウクレレはということになるんですね。はい、で半音ずつ緩めてるのにどんどんとそのこう今度こっちにですね、ネックが曲がってきたり弦高がちょっと高くなったっていうのは緩めが足りないということですね。はい、そういうふうにこのウクレレに割った状態で保つのが一番いいというふうな感じに BJ は考えます。この緩める緩めないの問題もいろいろ楽器屋さんリペアマンによってその時言う人その人によっていろいろと違うと思うんですけども、まあ BJ の考えとしましてはウクレレそれぞれそのそれぞれにまたつける弦にもよって、ウクレレとぴったり合う状態で保管するのが一番いいと思います。緩めたらいいって聞いたって言ってもうダルンダルンに緩めてしまってて1年後に出したらネックが曲がってましたっていうこともありますからね。はい、その辺もなるべく見極めていい状態で保管していただくのがいいと思います。まず分からない場合はですね、ちょっとだけ緩める、半回転ぐらい緩める、半回転と言ってもいろいろペグのあれもあるから難しいですよね。4対1のペグで半回転と1対1ので半回転では音が違うんですけども、若干ちょっと緩めるぐらい、これぐらい、
こうやって緩めるぐらいで、保管しとくというような感じで置いておくのを BJ はおすすめします。まあそもそもテナーウクレレだとちょっと緩めてあげた方がいいと思うんですけども、ソプラノウクレレの場合はだいたい張りがそれほど強くないですので、よっぽど太い弦を張らない限りですね、それほど強くないのでそのままにしておくのがいいかなと BJ は考えます。その方があの手軽に取って手軽に弾けるじゃないですか。いつ取っても壁にこうかけてあるやつをいつ取って弾いてもチューニングはいつもちょろっと合わせるぐらいでいいっていう風にしとくと手軽に弾けますからね。はい、そういう感じで手軽にやっぱり楽しむのがウクレレには一番じゃないかなと思います。はい、でこう楽しんでいただいてっていうのからちょっと1年ぐらい弾いてたら原稿がちょっと変わってきたぞっていう時に考えればいいかなと思います。はい、DJ のウクレレ講座でした。弾き終わった後保管する場合は緩めた方がいいのかどうなのかというお話です。 DJ の場合は長期保存でも、ソプラノだったら緩めずにそのまま置いてあります。その強い弦を張ってないウクレレですよ、そのまま置いてありますけども、1年後に出しても別になんともなってないですね。はい、ということで DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。静かに